はい、本本シーコーライディングチャンネルやっていきたいと思います。まあ雑談をねいろいろやってて、今日ちょっと書き込みで福田さん、福田照吾さんと、ノブアツ選手がね、言ってることちょっと違うんだけど、どっちが本当なんですかみたいな、どっちが合ってるんですかみたいな、質問があったんですね。まあ福田さんが言うには、セルフステアって、僕そういう言葉使わないんだけど、僕の、テストのコメントの中でね、セルフステアっていうのは使わないんだけど、まあセルフステアと、あとノバ選手、セルフステアを使うと速く走れますっていう福田さんのまあ理論と、ノバ選手のいやハンドルを切ることによって、自らハンドルを切ることによってやっぱりタイムは出るんですよっていう、まあその全く違ったね、セルフステアっていうのはオートバイに任して曲がっていくようなライディングがタイム出る。ノバ選手はやっぱりいやハンドルをグッと自ら切ってね、ライダーが、ことによってやっぱタイムが出るっていう、全く違う、理論なんですけど、これどっちが合ってんだかっていう話なんですけど、これね、両方とも間違ってないんですよ。まあ、両方とも間違ってない。これはね、両方とも間違ってない。なんでかっていうと、まあ、福田さんが説明しているライディング理論っていうのは、まあ、結構、やっぱり、まあ、昔のオートバイって言ったら悪いんだけど、まあ、今時のオートバイじゃない、マシン、レーサーの話で、今時のマシンっていうのは、ワークスマシンも含めて、市販車も含めて、今時のマシンっていうのは、僕は何度も言うように、アンダーなんですよ。とにかくアンダーなんです。だから、ハンドル切らないと曲がんないですよ。だから、今時のオートバイ乗るんだったら、ハンドル切って曲がらなあかんし、昔の、まあ、なんていうの、その、フィーリングに近い、オートバイは、セルフステアで乗らなきゃいけないっていう、ことなんですよ。で、じゃあね、どっちがいいんだって言ったら、まあ、僕的な考えね、僕的な考えは、その、なんていうのか、やっぱりセルフステア系のオートバイは多分転ばないと思います。転びにくい。し、やっぱり自分からハンドル切って、手に力入っちゃうって、ぐって自ら切っていくと、その、なんていうのかな。やっぱり転びやすいんですよ。で、なんで自らハンドルを切る。まあ、ハンドルを自ら切るっていうのは、ある程度固定に繋がっていくわけじゃないですか。グッて。抑え込んでグッて、ね、グッてある方向に、一定にグーッと力を、左だって左にグーッて力、加えることによって、まあ、ある程度固定するわけじゃない。グッと動かないように。とにかく、左へグッと切り込んでいくっていう、グッと、ね、いう動きにさせちゃう、そういう固定になっちゃうんですね。と、やっぱりね、滑りってね、唐突になるんですよ。だから、腕の力抜いて走れって、まあ、よく聞くと思うんですけど、それ、腕の力抜くとね、滑りってね、ちょっとね、唐突さがなくなるんですよね。なんでかっていうとね、まあ、これはまた、ちょっと、授業料高くなるかもしれないんだけど、まあ、安全な行動以外のところでね、見てほしいんだけど、コーナーリング中ね、ハンドルってね、ずっとこうやって動いてるんですよ。こうやって。細かーく。まあ、ストレートはほとんどない。まあ、コーナーってね、やっぱこうやって、細かくこうやって動いてるんですよ。コーナーリング中って少しね、こうやって。なんで動くかって言ったら、ギャップがあるから。わかります?もう氷のように平らじゃないでしょ?ね。だから、その、もう本当にまあその、微妙なデコボコってあるわけじゃんね。だってスピードがスピードなんだから、微妙なデコボコってできるわけじゃん。その、デコボコがね、微妙なデコボコがあるのに、横でこうやって乗ってれば、こうやって動くわけじゃん。それに対してハンドルって動くわけよ。ね。その、動きを止めると、唐突になるんだって、滑りが。なっちゃう。
また今日も高いな、これ。で、その、だから、その、フロントから転ぶ、今、すごくライダーが転ぶ原因の一つもそれにあるんだよね。そこにもある。うん、だから、その、別に、セルフステアのオートバイもタイム出るし、うん、ハンドル切って、曲がらなきゃいけないオートバイもタイムは出る。けど、僕が作るオートバイは、転びにくい。多分、マルケスとかあの辺のレベルのライダーだったら年に1回か2回しか転ばない。うん。だからやっぱその、転ばしちゃいけない、転んじゃいけないっていう、その、ことに、転ぶことに対してね、今ね、軽すぎるんだよね。あ、行っちゃったみたいな。また今日も、2回行っちゃったよみたいな、ちょっと攻めすぎたかなみたいな、今回はみたいな、そうじゃないものなんだよね。で、結局タイヤだタイヤだって言うけど、じゃあワンメイクレースなんだからさ、タイヤってね、グリップ落としてコントロールしやすくすればいいわけじゃん。そうしてもダメなんだよ。そうしてもダメなわけよ、わかる？だってワンメイクなんだから、要するに市販車のタイヤってすごい滑りがコントロールしやすいよね。その、やっぱそういう風に作ってあるし、まあ、唐突な滑りがあったらやっぱりね、道路乗る、公道乗るのも危険なわけじゃん。だからやっぱ唐突な滑りっていうのはなるべく控えた、その、作りをしてあるんだから、そういうノウハウあるわけよ、どこのメーカーも。ね。だから、スリックなんだけど、その、唐突なね、滑りをしない、まあ、その、作り方をすることによって、少しはね、転倒を防げるんだけど、ワンメイク、タイム落ちてもいいじゃん。別に転ばない方がいいんだから。だけど、それをやってると思うんだよな、多分僕は。それをやってでも、やっぱ転んでしまうと。やっぱコントロールができないと。リアもそうだし、フロントも、そうなっちゃってるよね。ね、その、まあ、リアもさ、僕何度も、まあみんな見てもらうとわかるんだけど、パッとね、横からね、パッ、真横からバイク待ってみたら、すっげえリアタイヤが、なんていうの、シートの下っていうかね、お尻の下にすごいあるわけよ、もう見てて。なんか、昔の YSR50 みたいな感じで、すごいなんか、ホイールベースがむっちゃなんか、後ろがむっちゃ短く見えるわけよ。やっぱりそのさ、ホイールベース短くしやすい。まあ、簡単に言えばね、旋回力上がるよね。長いより短いより。だけど、そのことによって、むちゃいろんな転倒につながるデメリットってバッと生まれるわけよ。で、そこを、やっぱり無視してやっちゃう。まあ、早けりゃいいだろう。まあ、早けりゃいいけど、転ぶよっていう。やっぱりその、転ばないオートバイっていうのがハンドリングのオートバイっていうことだから、まあ、タイムが出てねっていうのが、まあ、ハンドリングのいいオートバイって言うんだけど、そのところで、その、またちょっとなんか、路線がずれてっちゃってるんだけど、まあ、そういうとこで、今回の質問っていうのはね、両方とも合ってます。ね。で、まあ、もうちょっとわかりやすく言えばね、アメリカンタイプ、ハーレーとかね、ああいうアメリカンタイプでね、スラロームとかね、ああいうパイロンレースしたらね、ハンドル切らなきゃ曲がんないでしょ。で、逆にね、トライアルのバイクってすごいもうキャスター立ってるし、だからあれってそんなハンドル切らなくても曲がるから、そのハンドルグッと切る必要はないんだけど、まあ、アメリカンタイプのね、オートバイだったら、もうハンドルグッと切って回っていくしかないわけじゃん。ブレーキかけて、フロントブレーキをうまく使って。で、トレイル車っていうのはそこまで、切れ込むような、ぐーってブレーキかけて、ぐーってフロント、ねじ込むようなね、ライディングしなくても、まあ、早く走れると。そういうことなんで、まあ、極端な言い方ね、すれば、そういうことなんで、まあ、何度も言うようだけども、本当アンダーなんですよね。だから、ノーバー選手が言ってることも合ってるし、福田
さんが言ってることも合ってるということで、今日は終わりたいと思います。以上です。